やっぱ間近で見るとでかいですね。遠くから景色の中に認識するということは多々あったんですが、ただこうやって真下から仰ぎ見るということはほとんどやったことがありません。皆さん、こんにちは。パクセイレンです。ここは東京都墨田区東武スカイツリーライン、東京スカイツリー駅です。今回はこの東京スカイツリーから隣の浅草まで移動していくんですが、今回はこの桜トレインというのをご紹介したいと思います。浅草駅と東京スカイツリーの間で3月22日から4月2日の間だけ期間限定で運転された臨時の電車、隅田川沿いに咲く満開の桜を隅田川の鉄橋の上から見ようという、動く桜を見る回ですよね。こんな感じ、東京スカイツリーと浅草の間で1日に5往復が運転されています。最初の2日間は500系特急リバティで運転されていたんですが、3月23日以降はこの団体専用の臨時列車スカイツリートレインでの運転ということになっています。このスカイツリートレインというのは滅多に動くような列車ではなくて、本当につい最近この東京近辺で走ったのはもう何年前だ、4年前、5年前、もうそれぐらいまで遡っていて、滅多に乗れるような列車ではありません。今回はこれに乗っていきます。このように東武鉄道からダイヤグラムもわざわざ発表されておりまして、東京スカイツリー浅草間、通常であれば所要時間はだいたい3分半なんですが、この列車は5分かけて東京スカイツリー浅草間を走行します。向こうからやってきましたのは500系特急リバティ、3月22日と23日、2日間だけ桜トレインに供された車両です。これは本来であれば東京スカイツリーから浅草までの間であれば乗車券のみで特急に乗ることができますが、浅草から東京スカイツリーの区間ではこれは特急料金が必要になります。しかしこの桜トレインというのは普通列車扱いで乗車券のみで乗ることができるので、この特急リバティに乗車券のみで浅草から乗車するというかなり貴重な経験もできたんだそうです。曳舟方面から回送としてやってきました。こちらが634型4両編成の桜トレイン浅草駅です。すごいね。僕もね、初めてこの時見たんですけど、この上方向に大きく拡大されたこの窓と、そして天窓、これすごいですよね。このスカイツリートレイン634型、634という数字は言わずもがな東京スカイツリーの高さに由来しています。このスカイツリートレインは通常一般のお客さんを乗せて営業運転をすることはなく、基本的にはずっと団体専用列車として活躍してきたんですが、おそらく今回この桜トレインが初めてのこの一般列車としての営業になったんじゃないですかね。スカイツリートレインが登場したのが2012年、今年で9歳になります。みんな向こう側の号車に行こうとしてるんですけど、僕はちょっとそっちの方は後で行くことにして、今回はこちら側の通常の座席の方をご紹介したいと思います。これですよ、これね、天窓。なんかスーパービュー踊り子にはあんまりこういうのなかったですけど、サフィール踊り子、あっちはちゃんとしたこういう天窓がついてますんでね、ちょっとサフィール踊り子味が結構あるんじゃないですか。それからこの座席の周りのご紹介ですが、これは普通の肘掛けですけども、リクライニングはそんなに倒すことはできません。それからこれシートポケットに、それからちゃんと、それからスコブルブルという東京スカイツリーのマスコットキャラクターが描かれています。こんな感じでね、これ背面テーブルがないので、このように肘掛けから取り出すタイプのインアームテーブルになっています。でもそんなに大きくはないから、そんなさすがにね、このスカイツリートレインの中でまさかパソコンをいじる人はいないだろうということで、そこまでのサイズは確保されていません。シートピッチも結構広くて、多分これ前の座席に手が届かないからインアームテーブルになってるんでしょうね。この天窓の数ですよ、すごいね。上からどんどん光が飛び込んできます。そして11時23分、定刻で東京スカイツリーを出発。次が終点の浅草です。こういう臨時列車っていうのは鉄道マニアとか、それから一般のお客さんには受けるんですが、ただこれは実際現場職の鉄道会社の方々からすると、めんどくさい仕事になるわけですよ。仕事が増えるわけだからね。なんですけども、行ってらっしゃいみたいな感じで、もうすごいなんかにこやかな笑顔でこちらに手を振ってらっしゃいました。あの笑顔はどっから出てくるんですかね。その引き出しを知りたいんですけど。天窓の方はあまりにも太陽光が入ってきすぎるので UV カット加工がなされているんですが、ただ側窓の方に関しては特にそういったことはなされていないようです。いいですね。これ僕もね、初めて乗ったんですけど、これはね、すごいいい車両だと思いますよ。他にもなんかね、小田急とか、それから西武みたいな、西武はね、ちょっとラビューがあるんでこういうのはいらないかと思いますけど、小田急でこういうのが走ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいんですけどね。みんなでなんか箱根の山の風景を楽しみましょうとか言ってね、こういう列車が走ってくれたら非常に嬉しいんですが、隅田川の桜を見るための列車といっても、東京スカイツリーと浅草の間が全部隅田川で占められているわけではないので、このような普通の街の風景もありますが、この首都高の下に咲いている桜なんかも綺麗ですね。あそこ向こうの方にはアサヒビールのね、通称うんちビールなんかもありますけども、やってきましたよ。これが
これが隅田川でございます。みんな大好き東京の大河川、大河川ってことじゃないけど有名な河川ですよね。向こう浅草側は非常に綺麗な桜並木がありまして、なんかモーターボートかな乗って、おそらくあの人たちは川の上から桜を見ているんでしょう。そしてこれです、一旦停止。普通浅草駅に入ろうとする電車はこのように鉄橋の上で信号待ち以外では止まるということはしないんですが、ただこの列車はもちろん桜を見るための列車ですからね、隅田川の鉄橋の上で一旦停車して、そしてじゃあ隅田川の両側に咲いている桜ぜひ見てくださいねということで、出血大サービスすぎますよねこんなの。通常のダイヤの中にこんなんぶち込んでくれるんだから、もう本当に東武鉄道には頭が上がりません。あちら側も非常に素晴らしいですね。やっぱり花見のお客さんが緊急事態宣言解除されてすぐですから、もう結構多いのかなという印象がありました。なんか結構宴会なんかもね、ちょっとコロナの心配とかありますが、でも皆さんきっと感染対策は十分気をつけて、お花見を楽しんでいらっしゃるんだろうなと思います。そしてずっと止まってるわけにもいかないんでね、そそくさと列車は隅田川の鉄橋を発車して、そしてこの白いマンションが奥の方に見えますけど、あれの裏にちょうどあります東武鉄道の浅草駅に到着します。ここでポイントを渡って、そして特急ホームに到着することになっています。特急ホームに着くんですよこれが。まあ確かにね、この634型は特急型車両なんで特急ホームに着くのは当たり前なんですが、いやでもね、こうやって通常車券だけでね乗れる列車が、特急料金とか一切誰も払ってないですからね、そういう列車がこのように特急ホームに着くっていうのはこれは面白い。お隣にはこれは鬼怒川温泉行きですね、特急鬼怒号の日光モーデ塗装が停車中。こうやって多分日光モーデとスカイツリートレインの並びっていうのもあんまり見られないですからね、これも結構貴重な記録になっているんじゃないでしょうか。ホーム上でも鉄道マニアがたくさん映像なり写真なりを撮っていて、やっぱりこのスカイツリートレインは動くだけで鉄道マニアが集結する大人気の列車なんだということがわかります。そして浅草に着きましたので一回降りるわけですけども、こんな感じですよ。これいいね、シートピッチも大変広く、おそらく JR の特急の E353 系とか E657 系とかああいうやつのグリーン車並みに広いんじゃないですかね。多分結構これ広くてね、快適でしたよ。長時間の乗車でもそんなに疲れるということはなさそうです。それからこんな感じで窓側を向いて固定をすることもできるんだそうです。いいなぁ。そしてこれ浅草駅名物の渡り板、これ車両とホームの間、この浅草駅っていうのは急カーブの上にありますので、お客さんが線路上に落ちないようにこのような渡り板が設置されているわけです。そしてこれ窓側の、展望スイートみたいな名前だったと思うんですけど、ペアスイートだったかな、こういう窓側を向いた座席もあります。そしてまた折り返し乗車、側面の枠、これ臨時っていう文字、これ民調隊じゃないかな、多分そうだと思います。そして前のお客さんに続いて、なんかね結構やっぱ鉄道マニアの乗車が多いのかなと思ってたんですが、意外とそうでもなくて、鉄道マニアが6割、それから家族連れが3割、カップル1割みたいな感じでしたかね。普通のお客さんの乗車っていうのも意外と多くてびっくりしました。そしてこちらがペアスイート、もうペアスイートはね僕結構乗り込むのが後ろの方だったんでいっぱいだったんですが、先ほどは座席がピンク色の車両に乗り込んだんですが、今度は青色の車両に乗り込みました。なんかスーパービュー踊り子とリゾート21、伊豆急で走ってるリゾート21ってありますけど、なんかあれを足して2で割ったような感じですよね、雰囲気的には。やっぱりなんかこうやってボックスシートスタイルにもできますし、こんな感じね、やっぱりグループ利用とかも結構考慮されているんだなと思いました。それからこれね、11時35分発4番線から臨時東京スカイツリー4両、これ東京スカイツリーって表示出せるんだな、知らなかったよ。そして定刻11時35分折り返し東京スカイツリーに向けて発車します。ホーム上でもおそらくあれは赤い線路が帽子に入ってたから助役さんだと思うんですけど、助役さんがこちらに向けて手を振っていらっしゃいました。やっぱりなんかね、東武鉄道のね方のファンサービスじゃない、この乗客に向けてのサービスってね非常に素晴らしいと思いますよ。こうやって多分ね、他の鉄道会社ではあんまりこういうことをしないからわかんないけど、でもね、ここまでやってくれる鉄道会社というのはなかなかありません。桜を見るための臨時列車なんて普通走らせませんからね。そしてまたもう一度このように隅田川の上で停車、向こうの方水上バスが走ってますけどね、多分あれもおそらくは桜を見るために臨時で運転されているものなのではないかなと思います。あ、でもお客さん乗ってないからあれか、回送なのかな。今度はこれですね、多分この緑色になってるやつはもう多分常緑樹なのかな、多分常緑樹でずっと年中あんな感じで緑色の葉っぱをつけているんでしょう。やっぱりなんか女友達、男友達、カップル、親子連れ、
そういうなんか手つないでるカップルなんかもいましたけどね。こんな感じでやっぱり浅草の桜っていうのは全国的にも有名ですから、このように見に来るお客さんもたくさんいらっしゃいます。すごいね、向こうの方も公園があるんですけど、公園に咲き誇っている桜もすごくてですね、僕もちょっと川の上だけ、川の上っていうか橋の上から見るだけじゃなくて、こうやってちゃんと現地歩いて桜を見てみたいなとも思いました。まあ、実際は歩きませんでした。そして列車は終点の東京スカイツリーに到着。この先一旦改装されて東京スカイツリー駅の東側にある引き込み線に入ります。東京スカイツリー駅はその名の通り東京スカイツリーの真下にある駅ですが、東京スカイツリーがあまりにも高すぎるせいで東京スカイツリーの一番上まで見渡すことは不可能です。座席はだいたいこんな感じ。まあ、これはさっき乗ったね、普通のクロスシートの車両なんですけど、こんな感じでバリアフリー対応の座席っていうのもあるんですね。やっぱりスカイツリートレインに乗るのは我々のように二足歩行できる人たちだけではありませんので、まあ、車椅子をご利用になっている方でもこのスカイツリートレインを快適にご利用になれるようにという配慮でしょう。それからこれ車体の装飾ですが、まあ、ピンクとか水色、緑などポップな水玉の塗装がなされていました。そしてすぐにお客さんを降ろして出発。この東京スカイツリー駅は一面二線で対比をすることができないので、もう後ろからすぐにね別の列車がやってきているので、もうそそくさとお客さんを降ろしドアを閉めて、そして次の運転に備え引き上げ線の方に帰っていきました。それから約1時間20分後、先ほどの引き上げ線から帰ってきました桜トレイン浅草行きの第2便がやってきました。なんかね、発車表に通過って書いてあったんで、あ、なんか回送列車でも来るのかなと思ったら、まさかのこれが来て焦りましたよ。さっきはね、当駅発の浅草行きっていう表示が出ていたので、あ、じゃあこれがスカイツリートレインだねということで分かったんですが、通過表示出されて目の前に止まって、しかもドア開けるんですからびっくりしますよね。さあ、そして乗り込みますが、今度は先ほどご紹介することができなかったペアスイートをご紹介したいと思います。この渡り板を渡って、そして隣の号車へ。さあ、これですね、先ほどはちょっと見せることができなかったんですが、こんな感じで、もうやなんかどう見ても、リゾート21なんだよな。すごくリゾート21味があります。どう見てもリゾート21でしょ、こんなの。そしてこちらが展望席。展望席というのもご丁寧に設置をされています。これすごいね、やっぱり展望席っていうのは子供に人気なんでしょう。全面展望もしっかり望むことができます。それからこんな感じでラウンジスペースみたいなのもありまして、ここから、これ結構座席柔らかかったんですけど、ここから前の座席を望むということはできませんが、ただまあちょっと雑談をするとかね、まあ、ちょっとその普通のリクライニングシートに座り疲れた時に使える、まあ、そんな感じでしょうか。それからこれはスーツケースとかを入れられるような大型の荷物置き場もあります。それからカーテンもね、この、ね、外の景色を見るための列車とは言っても、ちゃんとこのカーテンがついているっていうのは驚きですよね。そしてここぞとばかりに頭部は物を売り込んできます。こちら150円の乗車券付きの橋カード、隅田川橋梁の橋、これのカードがですね、乗車券付きで150円で販売されていました。僕も1枚でかかったんですけどね、まだ使っていません。っていうか使う気はありません、記念品ですからね。そして東京スカイツリーを発車、浅草と同じようにホーム上の乗客さんがこちらに向かって手を振っていらっしゃいました。いや、すごいね、ここまで なんでこんなね、たった一駅で終わってしまうような鉄道マニアと、それから親子連れ満載列車のお見送りをここまで本気でやってくれるのかと不思議でなりません。座席の雰囲気はこんな感じ、2人掛けで、まあ、先ほどご紹介した普通のクロスシートと同じような機構が備わっています。ただこれ動かすことはできないそうなんですよね。リクライニングも普通に効きます。これ多分座席の規格を共通化して、そしてコストを抑えるために普通の2人掛けクロスシートと同じような座席を導入しているものなんだと思われますが、いや、それまあでも十分ですけどね、これでもね。そしてこれですよ、これ、さっきね、特急霧降り号で同じ区間通ったんですけど、その時はここまでお客さんいませんでしたよ。なんかテントを張ってお花見をしているお客さんなんかもたくさんいます。いや、いいな、なんか車で来てね、屋台、あれちょっと何売ってるか分かんないんだけど、まあ、何かしらは売っているということが確認できました。列車はこのようにもう線路のね、枕木一本一本確認できるようなレベルの低速で通過。そして反対側からは特急両毛号の回送列車が出てきました。特急両毛号と東京スカイツリーのこのコントラストも収めることができました。そして本日3度目の隅田川、なんかさっきよりも船の数が増えたような気がします。水上バスで川の上からこの隅田川の桜を見ましょうツアーみたいなのもあるんですかね。ちょっと僕調べてないんでその辺よくわからないんですが、鉄道だけではなく船もこの隅田川にはもちろん通っておりますので、船の上から見る隅田川の桜というのも美しいかもしれません。てか絶対美しいですよね。やっぱさっきと比べて
お客さんのお出はかなり増えたように思います。やっぱりなんかカップル親子連れ鉄道マニアの姿も何人かちょっと あの人絶対鉄道マニアだなみたいな人がいましたね。この隅田川の桜と、まあ、それからこのスカイツリーラインの合わせ技を、まあ、おそらく狙っているんでしょう。そしてこれね、これびっくりしたんですけど、これポイントの途中で止まってるんですよ。これ向こう側のね、3両目と4両目がこの上り本線にかかっているんですが、この先頭1両目はなんとこのポイントのど真ん中で停車をしております。これすごいよな。てかポイントの途中で列車って止まれるんですね。こういうところで列車が止まっているのを見たのは初めてなんで、てか乗ったのは初めてなんで見たことあるんだけど、これはねびっくりしましたよ。さすがにね、さすがに僕もここまでね、スリルあふれる桜見物というのはしたことがありません。一時期ね、桜を見る会がちょっと国会で問題になってたこととかありましたけど、これはねセルフ動く桜を見る会ですよね。自分で電車に乗って、そして電車の中から自分が動いた状態で桜を眺めると、これ完全にね桜を見る会って言っても過言ではないと思います。てか桜を見る会ですよこれは完全に。まあ、そして列車は直角カーブを曲がりながらキーキー音を立てて、そして浅草駅の先ほどと同じ4番線に到着です。僕は今回ここで降りたんですが、やっぱりね非常に人気の列車だそうで、長蛇の列がこのようにできていました。多分これはねスカイツリートレインに乗ろうとするお客さんの列ではないと思うんですが、違いますね。このようにちびっこもカメラを向けて、そしてこちらに向けて写真を撮っているようでした。まあ動画かもしれませんが、このようにスカイツリートレインが営業の列車に供されるということが今後あるのかどうかは分かりませんが、もしあるのであればまたその時には乗ってみたいなというふうに思いました。そしてこのね最後にご紹介しますけど、この天窓やっぱすごいわ。このペアスイートも、まあ、それなりに、まあ、足を全力で前にピンと伸ばすということはできませんが、でもそれなりに快適でしたね。これ何回見てもね、これ僕リゾート21にしか見えないんですけど、動詞います？これあリゾート21だなって言われて、リゾート21って多分分かる人結構いると思うんですけど、どう見てもこれリゾート21にしか見えないんだよな。リゾート21とスーパービューをドリコを足して2で割ったのがこのスカイツリートレインです。それからこんなのも貼ってありました。リニューアル前の東武スペーシアと、それから1720系デラックスロマンスカー、あとテレビなんかもついてましたね。Jトレック総合製作所、平成24年に改造されたモハ634型に今回は乗ってきました。すごいねこれ。外から見てもね奇抜な外観ですから、お客さんの目は引きます。多分ね全然このスカイツリートレインの存在なんか知らなかったであろうこの隅田川沿いのお客さんがですね、あなんだあの電車みたいな感じでこっちにいきなりカメラを向けるみたいなことも結構ありましたんで、やっぱりこういうね奇抜な外装の列車を走らせると、なんだあの変な電車、スカイツリートレイン面白そうだな乗ってみよう、こんな感じでねお客さんはこんな面白い列車に乗れるし、それから東武鉄道側も増収につながりますから、こういう面白い列車を走らせるというのは非常に効果的なのかなと思いました。というわけで今回は東武鉄道634型を使った桜を見る会じゃなかった、桜を見るためだけの臨時列車桜トレインのご紹介でした。もう4月2日で運行を終了していますので、もう乗ることはできませんが、もし今後こういう列車が運転される機会がありましたら、ぜひ皆さんも乗ってみてください。それでは今日はこの辺で失礼させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。